小菅神社。小菅神社は、長野県飯山市にある神社。戸隠、飯綱とともに、信州三大修験霊場の一つ。諸伝承によれば、円能図が開山した、修験寺院、小菅山本隆寺、小菅山岸、龍寺が、小菅神社の起源である。その後、幾度かの退転と再建を繰り返した後、明治時代の神仏分離により、神社とされ、今日に至っている。なお、本項目では、前近代における、寺院、小菅山源流寺と、近代以降の神社、小菅神社等を歴史的に一体のものとして扱い、両者を総称して指す呼称として、霊場としての名でもある、小菅山を用いる。小菅山の確実な創建年代は判然としない。しかし、社の由緒を伝えるいくつかの古文書によれば、円能図によって開山された修験寺院、源流寺が小菅山の起源であるという。それらの文章が伝えるところを要約すると、仏法を広めるのにふさわしい地を求めて円能図が諸国を巡っていた折、小菅山に出会い、神木霊層に満ちた山野のありさまに心を打たれているところに知人が現れた。円能図は地主神からこの土地が諸神集合の地であり、仏法を広めるに、まさにふさわしい地であり、主神自らも守護を与えると告げられた。このお告げを受けた円能図が祈願に勤しんでいると、今度は小菅権現が出現した。小菅権現は、自らが馬頭、観音の化身であり、仏法の擁護と交流に力を貸すと告げた。円能図は、小菅権現を主神とし、合わせて、熊野、金峰山、吉野、白山、立山、山王、宗湯、戸隠の七柱の神々を勘定し、祀ったという表一。こうした由緒を伝える最古の文書は、おそらくは、天文11年、1542年、別当並び首都中の名義による、信濃国田海郡小菅山八所権現、源流寺来行であろう。この文書は、上記の他にも、当為の反乱が八所権現の真意によって、平定されたことを謝して、坂上田村麻呂が、大同年間にこの地を訪れ、八所権現本宮や加谷義俊堂を再建したほか、源流寺を建立し、諸島堂を整備したと伝えている。戦国時代には、小菅山一帯は、上杉氏の庇護下に置かれ、中でも、上杉謙信の弘治3年、1557年の願文は、小菅山の由緒に言及している点で注目される。この願文で謙信は、坂上田村麻呂の名に触れつつ、武運を記念しており、小菅山信仰の広がりを読み取れる。しかし、そうした繁栄も、永禄10年、1567年の川中島の戦いまでの子であり、この合戦で敗退した上杉軍を追撃する、武田氏の軍勢によって、源流寺は陛下に会い本堂を除く道東はことごとく、消失した。その後も繰り返し陛下にさらされたため、源流寺に常住するものがなく、慶長初年、1600年頃には完全に廃墟と化してしまった。信州高江郡省、菅山源流寺略延儀、慶長5年、1600年、元禄元年、1688年が伝えるところによれば、100年近くを経た元禄元年、1688年においても、再建はなされず荒廃するままに任され、かつての伽藍も田畑や民家、荒野に帰してしまったという。円能図によって開山され、繁栄を見た後、武田氏の陛下によって衰退するに至ったという、小菅山の由緒にまつわる、上述のような理解は、戦国時代から近世初期にかけて成立したものである。こうした理解は、地元においても広く信じられているだけでなく、それを裏付ける有力な古文書が見られることから、歴史学においても、しばしば通説として扱われてきた。しかしながら、繁栄から衰退に至る過程を述べた、諸資料の性格を勘案すると、それら諸資料の記述を、直ちに史実として受け入れることは難しい。かかる由緒を述べ伝える主要な資料として挙げられるのは、信州高江郡省、菅山源流寺略延儀である。この文書は、慶長5年、1600年に記され、元禄元年、1688年に開校されたとされる文書であしかしながら、この文書は、元隆寺の別当大聖院によって作成されただけで、なく、版木に刷られて頒布されており、それなりの資金を必要としたはずである。武田氏の陛下にあった後、元隆寺が、もし衰退するに任されていたのだとしたなら、そのような事業が可能であったと考えるのは、不自然である。近年の小菅山研究が、小菅の民族研究や他の資料を取り入れて明らかにしつつある、小菅山の歴史は、上記のものとはやや異なる姿を示している。表に2、小菅山に関する主要な資料を示す。以下の記述では、表に2示す資料に言及する際は、表中の略記を用いる。他の修験令状にも見られるように、小菅山にも、また自然信仰の層を見出すことができ、そうした基層をまず見ておくべきであろう。小菅山のある飯山市小菅集落の周辺では、縄文時代に遡る集落遺跡が発見されており、弥生時代中期には稲作が開始されていたことが判明している。すなわち、早い時期から小菅山の一帯には定住が見られたのである。すぐ北に、越後国を控えた世界でも有数の豪雪地帯でありながら、そうした定住が可能であったのは、雪と森、そしてそれらがもたらす、豊かな水のゆえであった。そして、修験入山以前の時代には、そうした自然の実り豊かさに対する信仰、水分神信仰が行われていたことがわかっている。こうした自然信仰的な基礎に対し、小菅山の信仰に社寺としての形態が与えられた年代、すなわち小菅山の歴史的創建は遅くとも平安時代後期までのことと考えられている。小菅山にまつわる書史資料の中で社殿の木造馬頭観世音菩薩座像が平安時代後期の作と推定されるためである。平安時代後期はまた本地衰弱思想の定着と中世熊野美幸の隆盛期でもある。小菅山を含めた北信州一帯においても、後白河院選の両陣飛将に、戸隠山が謳われていることから推測されるに、熊野修験が入り込んできただけでなく、小菅山の確立に寄与したものと考えられている。事実、小菅山を含む小菅荘一帯には、八所権現だけでなく、熊野社も数多く勘定されており、小菅山の霊場としての確立期に熊野修験の活動があったことを知ることができる。なお、この時期までに小菅山が確立していたことを伝える資料に社殿の菩提院曼荼羅がある。菩提院曼荼羅は中国から輸入された絹地に機内で彩色されたものであり、制作年代は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけてと推定されている。このような希少品を増することからも、小菅山が一定の勢力を伴って確立したことを伺い知ることができるだろう。鎌倉幕府崩壊から南北朝時代の始まり頃までには、小菅山を含む小菅荘一帯は、南に高梨氏勢力下の犬飼荘、北に市川氏の志久し教湯山荘に接し、両者の干渉地帯として戦略的な用地となってた。しかし、南北朝の騒乱はついにこの地に及び、延文元年、1356年、南朝正平11年には、志久し教信仰を企てた、南朝党の高梨氏が逆撃を受けて、小菅にて惨敗している。その後、高梨氏は勢力を盛り返し、市川氏に対する復旧戦に勝利を収めているが、この頃を境に、南朝党の勢力は衰微し、領朝統一の趨勢に従った。以後、室町幕府の支配が安定するとともに、小菅山は、修験霊場としての隆盛期を迎えることになる。この頃の小菅山の隆盛を示すものとして、この時期に行われた元隆寺での造営を伝える文書がある。応永13年、1422年には、加谷義俊堂が建立され、堂内には、近隣の土豪らによって着色観音33、三板絵、応永年間罪名が寄進された。永享2年、1430年からは4年の歳月をかけて、元隆寺の旧社房中寺館が再建された。永正5年、1508年9月には、奥社内の宮殿が建立され、天文15年、1546年には、桐竹鳳凰文須賀絞り奥社脇立ち二面が制作されている。これらの記録からすると、16世紀の半ばまで小菅山では造営が永々と続けられており、それを可能にするだけの繁栄があったのである。なお、応永12年、1421年には、足利義持が大納言法院中に、善林寺永観堂、若王子別当職などとともに、車両として、信濃国小菅他を安堵したとの記録が残されている。この件に関する資料の大半を蔵する、善林寺、若王子社は、もともと、後白河院が、永暦年間に、熊野三山の土を運んで、熊野権現を勘定したと伝えられる社である。若王子社領として領地されたことを述べるこの文書から、この時期までに小菅山が京都の支配下に置かれていたことが確認できる。戦国時代における信濃は、上杉氏と武田氏の争派の舞台であり、その騒乱から小菅山も逃れることはできなかった。実際、記述の謙信願文は、上杉謙信が、武田晴信に合戦を挑むに際してのものでや、上杉氏と武田氏の一連の戦いで、小菅山を含む小菅総一帯も戦火に巻き込まれたことは、間違いなく、武田氏領に返した時期があったのも事実である。とはいえ、略演義が伝えるように、武田氏の侵攻によって一挙に荒廃したとするのは、過度な誇張である。武田領となった後、天正7年、1579年2月25日付で、武田勝頼は、小菅と越後赤沢の間の連絡の便を図るため、人家を置かせており、小菅の地の戦略的、交通的な重要性は依然として認知されていたからである。この時期はまた、京都からの自立の時期でもあったようである。永禄11年、1567年の善林寺、若王子神社領覚書によれば、小菅総からの年貢が二石である旨が述べられており、この頃までには、京都の支配から脱していたことが推定される。その後、天正10年、1582年3月に、織田、徳川連合軍の武田領侵攻により武田氏が滅亡し、川中島4軍は、織田氏の家臣、森長義が支配する。同年6月の本能寺の変により、天正神護の乱が発生すると、小菅は、越後国の上杉継承領となり、情勢が安定を見るとともに、奥社本殿が再建された。再建にあたっては、小菅山の経営にあたっていた、別当寺院大聖院のほか、18坊が願主となり、天正19年、1591年に完成している。完成の2年後、文禄2年、1593年には、越後の人、金丸陽八郎が、鉄製は荷口を奉納している。このように、度重なる混乱に巻き込まれながらも、越後からのワニ口奉納があったことに見られるように、小菅の宗教的権威は依然として衰えなかった。慶長3年、1598年2月、上杉氏の相随法に伴って、大聖院が移転した。このことにより、小菅山の再建が頓挫したとされるが、それは必ずしも正しくない。慶長11年、1606年には、皆川氏より、絵馬二面が寄進されており、大聖院の移転と小菅山の聖地としての性格は、別個のものであった。また、新たな別当に上袋坊を迎えて、大聖院自体も存続しているのである。大聖院の移転が、小菅の大成をもたらさなかったことを裏付けるものとして、大聖院と小菅村の石高記録がある、表参文禄4年、1594年に実施された、上杉領内検地の記録、文禄3年上納院数録によれば、大聖院の治療校は58国とされ、小菅の集落全体を下回る。以後、近世の記録を見ても、小菅の石高と大聖院の治療校には、開きがあることがわかる。しばしば大聖院と小菅は同一視され、大聖院が小菅に及ぼした、影響力ないし支配力は非常に大きなものとみなされる。しかし、上記のような石高記録が示すところによれば、実際には大聖院は小菅の一部であったのである。大聖院が小菅の一部であったという論点はさらに、小菅神社の主要な神事である柱松、柴藤慎二の形態によっても補強されるだろう。柱松、柴藤慎二は修験道の祭事とされ、源流寺が大きな役割を担ったとされてきた。しかし、略縁起や、それに由来する通説的理解の説くところによれば、源流寺は戦国期の荒廃以後、再建されることもなく荒廃するに任されて、近世に差し掛かる17世紀初めには、すでに廃墟と化していたのではなかったのだろうか。戦国期に源流寺が衰退したままであったのならば、なぜ柱松、柴藤慎二のような大きな祭事を執行、維持できたのかが説明できない。また、寺院が主導したというならば、明治期の廃仏毀釈にもかかわらず、祭りが廃絶しなかったのかを説明できない。さらに、諸資料に見られる、柱松、柴藤慎二の記述を追ってみると、修験神謡前において柱松、柴藤護摩を治す、来行、奥院にて、馬頭の護摩を治す、天下太平のために、奥院において、長日の護摩を始終す、略縁起などとあり、修験寺院の祭事としての性格が明瞭である。それにもかかわらず、今日の柱松、柴藤慎二には護摩に関わる儀礼は存在しておらず、寺院による関与も見られないのである。今日の神事に用いられる山伏面、山姥面が江戸時代初期に制作されていることや、奥社参道の杉並木や小菅に残されている。宗教建築の多くが江戸時代に整備されたものであることが判明しており、そのように積極的な霊場経営が行われていたという事実は通説的理解と整合しない。以上のように通説的理解はいくつもの矛盾を含んでいるのである。そうした通説的理解とは異なる小菅の近世の姿を描き出している点で注目すべき民族資料がある。天明3年。1783年に取り決められた御祭礼日誌中村忠連番帳である。この文書は、祭礼日の治安維持や、参詣者を目当てにした市の管理、市に出店する店からの金銭徴収などが定められており、要約するならば、里人による祭礼運営の規約である。この文書が示すところからすると、祭礼に出店する商人たちからの金銭徴収は、村の収入となっていた。そのため、市を栄えさせるために必要な配慮がなされており、その表れがこの文書である。このことが示すところは、祭礼が小菅の村の世俗的運営に委ねられていたということに他ならない。以上からすると、中世から近世への移行期にあって、霊場としての小菅の統治は、領主の庇護下にある寺院の手から里人の手に移り、それとともに、祭礼の性格も宗教的なものから観客、参詣者に見せることに重きを置いた遊楽的、観光的な性格に移行していったと考えられる。そして、そのために、明治の廃仏毀釈を経ても柱松慎二は途絶えることがなかったのである。小菅山の歴史についての通説的理解は、源流寺やその別当寺院たる、大仙院の役割を非常に大きなものとして描いてきた。しかしながら、そうした通説的理解が正しくないことが以上から浮かび上がってくる。戦国期の兵乱を経てもなお、源流寺の勢員は衰えたわけではなかった。しかしながら、近世以降の小菅山においては、里人の世俗的な霊場経営が優越し、源流寺が霊場経営に果たした役割は逆に縮小して、言ったのである。明治時代になって神仏分離令が発されると、小菅山においても小菅神社と大聖院が分離されることとなった。しかし、明治2年、1868年には、大聖院別当職にあった竹内栄維新が、神職につき、仏式重機を菩提寺に移管する一方で、小菅山八所大権現を小菅社八所と改め、今日の小菅神社の直接的な起源にあたる神社が成立した。明治3年、1871年に社格制度が敷かれると、小菅神社は1873年、明治6年に合社に列せられ、1933年、昭和8年には県社に列せられている。1909年、明治42年には、小菅村内の村社19社と無格社5社を合祀し、1946年、昭和21年の文社寺まで、一村の村民すべてを氏子とした。1951年、昭和29年の新党指令までは、例祭日には、県の砲兵士の参考があった。小菅さんは、自然信仰の時代には、水分神が祀られ、後に、熊野修験の手によって、霊場として確立された。そのため、熊野社が各所に見られる。来行などに記されたところによれば、神社結界地となっていたのは、大倉崎口、現在の飯山市大字、常盤、関沢口、前坂口、神戸口の4カ所で、それぞれ鳥居が設けられており、神域への入り口となっていた。この結界内部には、小菅神社にゆえんある社寺、史跡、民族が今日に伝えられている。以上に紹介していないものを含め、小菅神社神域内の文化財について、表4を参照されたい。柱松、柴東神事、柱松斎藤神事は、小菅神社の主要な神事であり、かつては毎年7月15日に行われていた。現在では3年に一度7月半ばの日曜に再興される。松子とも呼ばれる。国の重要無形民族文化財、指定名称は小菅の柱松行事。小菅神社里宮講堂の前の広場で、雑木を藁で束ねた高さ4メートルの柱松2本を立てる。この2本の柱に松巫女が登り、火打ち石と火打ち金を使って点火するまでの速さを競い合う。東が勝てば天下太平、西が勝てば五穀豊穣を訳する言が示されたとされる。豊作祈願に合わせて修験者が行った言比べが今に伝えられたものと言い伝えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。